高尾の駅は、鹿児島県泉市高尾野町紫引き24番地に、ある、必殺オレンジ鉄道線の駅である。駅番号は、OR18。鉄筋コンクリート製の駅舎を持つ、相対式2面2線ホームの地上駅で、無人駅。駅舎内には小さな、待合室を有する。かつては、友人駅で、 友人駅当時の窓口跡が板張りされた状態で残っている。普段は終日無人駅だが、毎年3月中旬に駅近くで開催される高尾の中野市や8月上旬の高尾の夏祭り開催時には、多くの来場客で駅構内が大変混雑するため、駅係員が臨時に派遣される。また、これらの催し物の開催時は、 米の津駅悪根駅間や東駅泉駅、米の津駅間、東駅悪根駅で臨時列車が多数運行される。駅前は出水市高尾野町の中心である。開業時の地名が由来。高尾野の、高は、高い土地、尾のは裾野を表す言葉で、紫、小山の高間が原より尾を引いて、平野へ下る裾野という意味合いから、高尾野という地名が生まれたと言われる。 東京都八王子市に存在する高尾山や高尾駅も由来はほぼ同じで類似している。国土数値情報国土交通省2021年9月6日閲覧ありがとうございます。